2018年7月スイスの旅、グリンデルワルト7日目。グリンデルワルトよりレンタカーで22キロ20分、シュテヘルベルクへ。ロープウェイを乗り継ぎ、ピッツグロリアへ。シュルトホルン、ピッツグロリア。1969年公開の映画、女王陛下の007のロケ地。映画撮影のために作られたセットで、後にレストランに改装されました。アイガー、メイヒ、ユングラウをはじめ200を超える峰々の大パノラマが広がります。5連泊の宿、サンスターアルパインホテル。早朝6時46分のアイガーです。アイガーのミッテルレギ寮です。ミッテルレギ寮の初登班は日本人登山家牧優子。1921年のことでした。アイガーの標高は3970メートル。雲が美しい朝です。下アイガー氷河の奥にクラインフィエッシャーホルン。メイヒの東尾根の山で標高は3895メートル。その奥にはフィエッシャーホルン山塊の主峰クロス、4049メートル。クラインフィエッシャーホルンです。メイヒの東稜線。9時10分、食事会場外の庭です。9時21分、4日間お世話になったウェイターとマネージャー、お別れです。明日は別の人員だそうです。9時45分、グリンデルワルトを出発、シュルトホルンを目指します。9時48分、グリンデルワルト、ドルフ通りの西の端です。正面にスキーワールドカップのゲレンデ、ラウアーホルンと直見。グリンデルワルト谷を西に進んでいます。9時56分、インターラーケンとグリンデルワルトを結ぶ BOB、ベルナ高原鉄道に遭遇。グリンデルワルトから9キロ、残り13キロほど。グリンデルワルト谷の西の端の山、スレッグ、2413メートル。山下を左に折れて南下すると、ウラタブルンネンです。建物は冬用の牛舎です。10時15分、ラウタブルンネンです。ユングフラウト、シルバーホルンが見えました。
ラウタブルンネン、氷河が削った U 字谷です。岩壁を落ちる滝、花々などが織りなす童話の世界のような情景です。アニメアルプスの少女ハイジや指輪物語などのモデルになっています。氷河が削る代表的な U 字谷です。シュタウフ・バッハ滝、落差は300メートル、地名は音の鳴り響く泉の井で、この滝から由来したものです。10時19分、ハウプト通り、ユングフラウの西稜線、シバルツメンフの西壁です。10時20分、ラウタブルンネンダリの最深部、ライトホルンが見えました。ブライトホルン3780メートル、氷河が削ったラウタブルンネンダリを南に進んでいます。10時30分、シュテッヘルベルクに到着。10時55分、ゴンドラリフトでキンメルバルトへ。ミューレンバッハ滝です。11時、キンメルバルトで乗り継ぐミューレン行きゴンドラリフトです。キンメルバルトでミューレン行きに乗り換えました。乗ってきたゴンドラリフトです。車窓を見切りラウターブルネンダリ、その先にメルナーアルプス、ゴンドラリフトはミューレーンに向かっています。アイガーです。ミューレンでビルグ行きに乗り換えました。11時14分、ビルグに向かっています。車窓右の集落は花の谷ミューレン・ブルメンタール。後方のベルナーアルプス。ビルグ、標高2667メートルのスリルビルフウォークです。
11時20分ミルグ着。11時40分ミルグでピッツグロリア行きに乗り換えました。標高2677メートルのビルグから標高2970メートルのシュルトホルンへ、ビルグの後方にユングフラウ山山、11時45分シルトホルン、ピッツグロリア着。標高2970メートルのシュートホルンは360度の眺望。ピッツグロリアは映画「女王陛下の007」のセットとして作られました。ジェームス・ボンドが潜入した敵の研究所です。ピッツグロリア内のレストランはゆっくり回っています。席に座ったまま360度の素晴らしい眺望を楽しむことができます。エメニーフルー、ミッタグホルン、グロスホルン、ブライトホルン、ユングフラウ山山です。ユングフラウ山山、ベルナーアルプスの北壁群です。アイガー、メンヒ、ユングフラウ、アイガー氷河、グッギ氷河、12時8分、回転レストランで昼食。レストランでは007にちなんだメニューや記念ピン、バッジなども売られています。ユングフラウ山山とツーショット。13時5分、ゴンドラリフトで来た道を戻ります。13時5分、シルトホルンを出発。13時10分、
ビルフ着。ゴンドラリフトを乗り換えミューレンへ。13時18分ビルフを出発。アイガー、メイヒ、ユングフラウ。ラウターブルネンダリの最南端、ブライトホルン。13時25分、ミューレン着。ゴンドラリフトを乗り換えてギンメルバルトへ。13時29分、ミューレンを出発。ユングフラウの西領、シュヴァルツメンフト西壁。左手後方の山はリーティ。リーティ、2757メートル。ゴンドラリフトを乗り換えてシュテッヘルブルクへ。ミューレンバッハ岳です。13時37分、シュテッヘルブルク着。氷河が削った見事な U 字渓谷です。ユングラフ清涼の裾野です。田園、メンリヘン。
駐車場にはたくさんの観光バス、びっくりポンです。チンゲル・リュッチーネ川、ミューレンバッハ滝、氷河を集めて林チンゲル・リュッチーネ川、13時55分、レンタカーで来た道を戻ります。14時3分、ラウターブルンネン。ラウターブルンデンの標高は795メートル。人口は約3000人。氷河に削られた U 字谷の底に位置する村です。村の付近で72の滝を眺めることができるそうです。シュタウフバッハ滝、ドイツの文学者ゲーテは一時時の近くに住み作品を執筆したそうです。ラウターブルンネン駅から鉄道でインターラーケン、クライネシャイデック、グリンテルワルトの3方向に行けます。ラウターブルンネン台を北に10キロほど、シュテヘルベルクよりレンタカーで22キロ20分グリンデルワルトへ、グリンデルワルト谷を東に10キロほど、グリンデルワルトです。ルハーホルン2230メートル、ファールホルン2684メートル、ベターホルン3692メートル、アイガー3970メートル、メッテンベルフ3104メートル、14時31分、グリンデルワルトの目抜き通り、ドルフ通りです。14時35分、サンスターアルパインホテル着。アイガー・ミッテルレギ寮です。アイガーのミッテルレギ小屋です。初代の山小屋はミッテルレギ寮を初登板した牧有功の寄付金で作られました。牧有功の寄付金で作られた初代ミッテルレギ小屋、記念碑として移築されました。アイガートライオルにあります。ラグアーホルン10円。